資料ね。あの、こんにちは。カウンターの人、たぶんその資料いらんから、できるだけ返してもらって。どうも。毛沢東でやってるじゃん。キム・ジョンウンみたいなやつ。これね、入る前にこれ紙お渡ししてると思いますけれども、これの注意事項を守ってください。簡単に言います。これね、施設禁煙になってますんで、ここでは必ず、タバコ吸わないようにお願いいたします。あとそうですね、ここはあの食事禁止になってますんで、飲み物に関してはカーとなっております。あとですね、皆さんね、興奮したり しないでねくださいね。大声規制、大音量、鳴り物、壁や椅子を叩くね、必ずね、そういうことしないようにお願いいたします。あとはね、普通にまあしていれば皆さん守れる事項だと思いますんで、よろしくお願いいたします。あと1分2分ですね。あ、そうですね、3時から一応休憩の方15分でよろしいですか。15分程度、休憩を取る予定にしております。あの3時になったら休憩になります。そこからまた15分後に、スタートというふうになっております。あと今お配りした資料全部で5ページあるんですけど、ここにちょっとランダムに余ってるんで、ページ抜けてる人がいると思いますので、もし抜けてたら交換しますんで言ってください。大阪市ヘイトス
ピーチへの対処に関する条例4、条例3、条項ということでね、皆さんね、手元にお配りしております。これをね、少し読んでもらったらいいと思います。まずですね、このヘイトスピーチについて、まず、よく読んでもらったら分かると思いますが、定義ですね。定義1、ヘイトスピーチとは、次に掲げる要件のいずれにも該当する、表現活動を言いますというふうに、大阪市は定めております。1、次のいずれかを目的として行われるものであること、当該目的が明らかに認められるものであること、あ、人種または民族にかかる特定の属性を有する個人または当該個人の属する集団以下特定人等を言うを社会から排除すること、い、特定人等の権利または自由を制限すること、う、特定人等に対する憎悪もしくは差別の意識または暴力を煽ること、に、表現の内容または表現活動の対応が次のいずれかに該当すること、あ、特定人等を相当程度侮辱しまたは、誹謗中傷するものであること、い、特定人等かっこ当該特定人等が集団であるときは当該集団に属する個人の相当数に脅威を感じさせるものであること、3、不特定多数の者が表現の内容を知りうる状態に置くような場所または方法で行われるものであることというふうに書かれております。これに対してね、大阪市のヘイトスピーチ条例、ね、我々保守側の人間はこのような条例に関して非常に危機感を抱いております。我々が、いつも、スピーチしていること、まあ、街頭宣伝や、デモ行進などで訴えていることということは、ほぼ生活保護問題とか慰安婦の問題とか、北朝鮮による拉致問題、こういうようなことが多いです。特に今、外国人の人がたくさん日本に来られておりますので、外国人犯罪、こういうものが多いです。これに対して、我々に対して、それはヘイトスピーチだと、言っている、ね、方々が非常に多いです。これに関してどこがヘイトスピーチなのか、これをね、今日はね、せっかく、来ていただいたので、討論していきたいと思います。じゃあまず瀬戸さんから、はい、どうも皆さん、こんにちは。開催がね、危ぶまれた中で皆さんがね、参加をしてくれて本当に今日はありがたいですね。こういう機会をですね、持つことは非常にね、私はね、望んでます。芝北会が新宿の方でね、出てきた時にまず野間さんにね、出てきてもらって東京で一回になりました。あと私は名古屋でですね、朝鮮総連の幹部の人たち3名とですね、まあ、非公開という条件付きではありましたけれども、討論会を実施したことがございます。やっぱりね、お互いに話をするということは非常に有意義なことだとこういうふうに思ってるんで、今日はですね、そういう意味では非常にいい日だったなと。先ほど外でですね、今回の条例を成立を申請していた、ね、まあ、在日の朝鮮人の、朝鮮総連の役員なのかなと思われる人にね、声をかけました。ぜひあなたもね、参加して喋ってくださいと。なんとも反応がなかったですね。何も言わない、何も言わないんでね、まあ、それ以上私の方からも言わなかったんですけども、私はこれは在日特権条例とこうブログに書いてます。ただしですね、これは私の意見で、村上さんとかですね、また他の人たちはそういうふうには見てません。なぜ見てないかというと、それはこの条例で、日本人もね、いわゆるヘイトスピーチを受けたということで訴えるという、ね、そういう権利がある。まあ、こういうですね、
立場ですね。ただこの条例で、これは橋本さんがいわゆる日本人に対するヘイトスピーチも規制するんだよと、なんかそういう、ね、映像が上がっててるんで、まあ、そういう意味でそういうな解釈も成り立つわけですね。ただし、日本人が多数の社会ですからね、そういう中でやっぱりこの問題でですね、これは野間さんが言ってる通りだと私は思うんですね。これが在日の人が日本人が、ね、日本人が訴えるのは日本人多数ですから、日本人が日本人社会から排除されるということはね、ちょっと考えにくいんで、まあ、趣旨的にはね、これは、在日特権条例のようなですね、運用される危険性があるんじゃないかということで、私は在日特権条例とこう呼んでます。実際にね、この条例ができたから、会館を貸すなと、ヘイトスピーチを許さないと、まあ、そういうことをですね、盛んに、有田さんなんかも言ってますね。でもね、これ特定の不特定の多数の人たちが聞ける会場じゃないですよね、今日は。特定のちゃんとお金をもらって、興味のある人に来ていただいたわけですから、ここで私が発言するものっていうのは、今度はヘイトスピーチに私は当たらないと、例えばですよ、どのような発言になると、というふうには考えていますけども、まあ、これはね、皆さんたちとの討論を経ながらですね、この辺は煮詰めていきたいと、こういうふうに私は考えています。以上です。まあ、瀬戸さんからこういう意見述べられていますが、まずそちらの方の意見ちょっと聞かせてもらいたいんですけども。クラックの野間と申します。よろしくお願いします。あんまり人数の差みたいになってもあれなんで、このヘイトスピーチ抑止条例、非常に画期的なもので、大阪にいる、在日コリアンの人とか、あと日本人のカウンターやってる人たち、非常に高く評価されていると思うんですけども、行動保守の人たちだけじゃなくて、一般にも、まだその趣旨がちゃんと伝わってない部分もあるんじゃないかなと思って、この機会に、それを説明をきちんとしておいた方がいいんじゃないかなと。で、特に今日はニコ生やってるんで、ネット上の人がたくさん見てると思いますので、その保守ネトウヨ的解釈のどこが間違いかみたいなことを逐一、説明をしたいと思います。それで、そのために来てるということなので、内容的には僕普段僕らが言ってることと、そんな大差ないんですけど、この条例は一つ画期的なことは、定義が非常にはっきり具体的にされているということで、保守右翼の人に限らず、リベラルあるいは左翼の人も、これに反対している人結構いたんですね。それでやっぱり言論を、規制するという性質のものですから、危険性自体はあります、あるので、どういう運用をしていったらいいのかということも含めて、今日話し合いできたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。僕わざわざ東京から来たんですけど、なんか出しゃばってるみたいな感じもするんで、クラックウエストの伊藤健一郎さんも登壇していただいてますので、なんか挨拶ある、特にね、そんな感じなんで、じゃあ討論に入りましょうか。それではね、大体、こういうようなことだと、ヘイトスピーチについては、どう言いたいんですかね、クラックの皆さんは画期的で、これは認められるものだと、しかしながら、言論の自由、これを保障するものではないのかもしれないと、危ういということでよろしいですか。ですよね。ではですね、私から言いたいのは、じゃあどこで線引きをするのか、これが問題になると思うんですよ。これを、こっちのサイド、それと、クラックの皆さんとお話、そして何かあれば、この会場におられる方
の意見を聞いてみたいと思うんですが、いかがでしょう。言っていいですか。はい、喋っていいですか。まずさっき伊勢さんのお話で、この会場内で喋ることは、この条例に基づけばヘイトスピーチじゃないという話がありましたけど、これは有吉さんがこの集会の案内にも同じことを書いてましたね。不特定多数じゃないということです。で、まず線引きの一つとしてそこを、検討したいと思います。で、まず一つ、この集会はここに来た人は意思を持ってきてるんですけど、同時にニコ生で中継されてますよね。なので、ここで喋ったことは、ここにで主催している人の知らないどこかの誰かがネット上で見ているということになります。なので、まずこれで不特定多数の条件を一発で、満たすということ。なので、で仮にニコ生中継をやってなかった場合なんですけども、この場合も結論から言うと、ここの集会で行われる発言というのは不特定多数に向けた発言ということになります。というのも、ここにいる人が誰が誰かを主催者は知らないわけですよね。で、募集した時点で、その案内を出した時点で誰が来るかわからない。で、その誰が来るかわからない人 を、読んで、集まって、で、まあ、その自分が誰であるかということも言わないままにここに参加しているので、これも不特定多数ということになります。で、この件について、これ資料の5枚目に、不特定多数についてというのがあるんですけど、で、法律用語としてこの条例のね、条例の1ページ目、第2条のカッコ3、特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所または方法で行われるものであることっていうところを今問題にしてるんですけど、この法律 の条例の条文なんで、その法律用語としての特定多数っていうのはどういう意味かっていうのを検討したいなと。で、この不特定多数をこう対象とした法律って、ね、いくつかあって、要するに表現関係が多いですけど、例えば名誉毀損の判例の時は、その名誉毀損というのは個人的にプライベートのところで一対一で言っても、成立しないんですけども、いろんな人がいるところで言うと成立すると。これが、まあ、公然とっていう文言なんですけど、この公然とっていう文言の意味は、不特定または多数、不特定かつ多数じゃなくて、不特定または多数っていうふうに、法律上は解釈されています。で、その例として、ここに載っけてる判例、東京高裁平成17年4月20日、これはですね、どういう裁判かというと、会社の上司が社内のメーリングリストみたいなのに、その成績の悪い人にね、なんかこう、こう叱るようなメールを出したと。で、まあ、人格攻撃みたいなのがそこに含まれてたということで、名誉毀損に当たるんじゃないかということで、裁判になったんですけども、一審ではこれは名誉毀損じゃない、なぜかというと、十数人のメールだから、これは特定 の閉じられた中で、発言していることだから名誉毀損ではないという判決になったんですけど、高裁で確定判決では、覆ってまして、十数人であっても、公然であるというふうに認められて、名誉毀損になっています。不法行為成立というふうになっています。まあ、判決額は、賠償額は5万円で安いんですけども、ということは、これは、多数ではないんだけど不特定、あるいは不特定ではないんだけど多数のいずれかで認められたということですね。だから、その社内のメールで、一斉に送信したものでもそういう扱いになるということだと思
もう一つここに載せてないですけど、名誉毀損の判例で同じくあったのが、悪口を、2人にメールを送ったっていう。でそれでやっぱり名誉毀損ですね。なんで、例えば それをこう悪口を言うことによってそいつからまた広まる可能性とか、いろんなその状況にこう考慮されるわけで、その中で、個別に判断されていると。で基本としては不特定または多数っていうのが、この不特定多数の文言の法律的な解釈っていうふうになってます。で、この同じく表現関係だと著作権法上にその公衆送信っていうのがありますけど、これも、不特定または多数っていう意味なんですね。だからそのネット上に何か違法なもの、これはだから多分何だか、コピーをアップロードして、でもそれはネットにつなぎたい人がわざわざそこを見に来るわけだから特定多数じゃないじゃないかっていうような主張をしたんだけども認められずに、そのウェブを見るという手続きは誰でも普通にできることだからこれは不特定多数になったと。まあ今考えたら別にそんなおかしなことじゃないけど、まあ、昔はそういうことでも裁判になってたわけですね。なんでそれでなぞられていくと、ここの公民館に来て500円入り口で払ってここに入るということは誰でも不特定の人が、できる手続きであるからということで、この場合もやっぱりここは不特定多数の場になると。それから、もろに不特定多数というのを言葉として、問題にしているのが宅建業法。宅建の資格を取った人は分かると思うんですけど、不動産を業として行うという時の業っていうのは何かっていうんで、不特定多数に対して反復的に物件を紹介したりすることを業とするという定義があるんですね。なんで勝手にその物件を紹介するという違法なんだけど、これが例えば家族に物件を売ったとかそういう場合は宅建業では資格はいらないと。だけど知人とか友人とかの場合はこれは不特定多数に当たりますっていうのがもう判例で確定してるんですね。だから僕ら一般の感覚で特定少数なんじゃないかとかいろいろ考えても、まあ、特定かつ少数であればこの法律上この条例上もまあヘイトスピーチとしてそのなんていうかな、問題になるようなものではないと思うんですけども、特定かつ少数というのは例えばまあみんなでネット上同士で飲み屋で喋ってる時とか喫茶店で食べてる時とかそういう時ことまでその法律でいちいちその規制するのはおかしいだろうというようなそういうケースを想定した方がいいと思います。集会であるとかデモ、あるいは凱旋、それからニコ生、自分の部屋から生放送する、だからこれ全部不特定多数に向けてるというふうに多分法律では解釈される。はい、どうぞ。パサの解釈をね、いつまでも聞いててもなかなかとおしゃべりになるんで、じゃあそれでも結構です。今日はこの場はいわゆる不特定と多数の人たちに対する、まただからここでヘイトスピーチはやっちゃいけない、そういう立場ですよね。はい、はい、まあ、私はねそうは思わないんだけど、じゃあ一つだけ聞くけど、特定の集会とか討論会とかそういうのあるんですか。あなたの論理だともう全て不特定になっちゃうよね。まあ公然と呼びかけて参加を一般に募るやつはもう全部不特定多数じゃないですかね。なんか秘密集会みたいなもの、特定のそういうものはまああり得るでしょうし、その自分たちの仲間にだけ連絡網的なもので回して集まって打ち合わせ集合しましょうとか集会しましょうとかそういうものを他の一般の人公然と知り得ないものは、まあ、特定少数の集会というふうに見なされるでしょうし、多分この条例を投げ入れたりそういうことをしたから威力業務妨害になったんじゃないですか。だからつまり威力業務妨害してます。でも侮辱じゃないでしょ。侮辱でこうなった、ヘイトスピーチがこうなったという判決ではないですよ、ね、いや判決
んで、いや一審二審では変わってるんでしょ。そうです。だから消したんでしょ。ということは一審で認められたけども二審では認められなかったということでよろしいですか。ヘイトスピーチっていう文言が消えたけど言ってる内容は同じだったから二審でも侮蔑は認められてます。言ってる内容ってどう侮辱は認められてます。少し補足させてもらいます。京都朝鮮学校の事件でまず逮捕容疑に名誉毀損が入ってました。で起訴は名誉毀損罪では起訴されませんでした。侮辱罪で起訴されました。で名誉毀損は違法性組閣事由の中に、その内容がもっぱら公益を図る目的で発せられたものであれば罰しないという項目があります。これをちょっとね我々にバイアスがかかっている方をすればあそこで発言された内容は朝鮮学校側をの社会的評価を下げる侮辱には該当したけれども、ね、今先ほど述べた通り我々の発言内容はその公共の利害に関わる、ね、一般の大衆が知るべき国民の知る権利に応えるもので公共の利害に関わる事実の敵地だったために、検察としては名誉毀損罪での起訴を見送ったと解釈が成り立つかと思います。以上です。解釈だったちょっと、はい、話戻しますと、かなり厳しい要件ですよということですね。はい、私がね一番懸念していることは例えば事実を事実として、ね、指摘して喋った場合でも、ヘイトスピーチとかねなるのか。でこれヨーロッパではなるんですよね。例えばスウェーデンで、映像を流れてます。私も紹介しましたよね。イスラムの人たちからねいわゆる、強姦された、ね、だからこれはイスラムは出てけと、ね、そういうふうに発言した人が裁判で、ね、有罪になったんですね。これ事実なんですね。事実であると認めてるんですよ裁判所でも有罪 でそれはなぜそうなるかというとですね、いわゆる、ヘイトスピーチ、いわゆるにその民族を排除するね、そのイスラムの民族を排除する、これは三上さんも詳しいですけど、排除するですね、意思があったから、意思があってそういう発言をしたから事実であってもダメなんだと、ね、こういうことですよね。じゃあその例えば今、もうはっきり言いますけどね、朝鮮人出てけと。こういった場合に、そういう、例えばですよ、その出てけっていう理由はありますよね。例えば懲役7年以上の刑に服した人間は、特別永住制度の中では、追放する、日本が追放するって言ってるわけですから、例えば懲役7年以上の刑に服した人は、日本から出てけと。こういう事実ですね、これね。法律に基づいた事実ですね。そういった場合でもこれヘイトスピーチとそれ認定しますか。まず今 の話が2つあったんですけど、イスラムの人が、強姦云々っていう話ありますよね。でその話とその懲役7年云々っていう話はちょっと別に分けて考えた方がいいと思うんですけど、イスラムの云々っていうのはその、難民の人たちの中にその性暴力の犯罪事件を起こした人がいたということで、それをもとにそのイスラム出ていけっていう、ベギーだとかドイツで、やってる人たちの主張ですけどもということが不当だということは瀬戸さんも分かりますよね。つまりその難民何十万人も何百万人も来てる中の何人かがその強姦事件を起こしたからといって、難民出ていけあるいはイスラム教徒出ていけというふうに全体を、排斥しようとするのはおかしいということは分かりますよね。いや私はそのイラン人のね追放運動を昔やってますからね。そうだからそれおかしいと思わないよね。だからやっぱりそこがちょっと待って、その瀬戸さんは90年代の初めに国家社会主義者同盟の時に、イラン人排斥運動を代々木とかでやってましたよね。あの時はもうハーケンクロイツ掲げてやってたわけですけど結局のところなんかそこが排外主義の、最も大きな問題で、
例えば、まあ、そのかこれ海外に置き換えたら分かると思うんですけども、海外で例えば日本人とか日系人がね、なんか犯罪を犯したからといって現地にいる日本人日系人全部出ていけっていう理屈が成り立つかというと、やっぱそれはおかしいと思うんじゃないですか。でだから、まあ、それは非常に単純なことで、基本的にその近代の社会では、犯罪であるとかそういう罪は個人にの責任であるっていうのがまず大前提なので、例えばそのよくね、朝鮮人の犯罪率が高いみたいな話ネット上の人が広めてますけど、これはあの計算すると別にまあ高くないわけです。高くないんだけど、何パーセントかはもちろんいると。で、何パーセントかはいると。で例えば強姦云々で言えば 99% ぐらい日本人なわけですね。その刑務所に入ったり有罪になってる人っていうのは、だからといって、日本人出ていけとは言わないわけじゃないですか。それは自分たちが日本人で多数派だから言わないわけだけども、実人数としてはその犯罪者っていうのは日本社会は日本人がメインだから当然ほとんど日本人なわけですね。でその中の一部にもちろんその住んでる割合に応じて外国人で犯罪者を犯す人がいるんだけど、それを理由にその外国人に出ていけっていうのはまあ理屈に合わないっていう、これはまあ普通のことだと思うんですけども、まあ瀬戸さんは25年も30年もその電話口やってますからなかなか分かんないと思いますけど、まあそれが日本の法律の仕組みですよね、法体系の。まあまずはちょっと会場から見ましてまず、ちょっと私の方から、はいはい、イスラム、まあ、難民を受け入れた、その結果国内で強姦事件が、まあ、高まっ 増加した、こういった現象が起きてね、やっぱその自国民の女性性暴力被害性犯罪の被害に遭わなくするために、もう移民の受け入れをやめよう、あるいは受け入れた難民を排除しようという政治主張は、政治その政治主張を述べることが不当になるとは僕は思いません。立派な政治主張だと思います。そしてあとは有権者がその通りだ、そうだ、移民が増えて強姦が増えて困る、女性の性犯罪被害をなくすためにもう移民を排除しようと賛同する人間が過半数もあったら、それを採用するのが民主主義ではないですか。まあ、それが民主主義だっていう考え方は一つあると思います。でそれをその大阪の条例の話に引き戻しますと、今のを政治主張として述べた場合、まあ、これヨーロッパでもそうですけど、政治主張として述べた場合にそれがすなわちヘイトスピーチとして何か断罪されるかっていうと、もちろんそういう評価を受けると思いますけども、法律上そういうふうになるということはならないと思います。ただし そこに誹謗中傷とかその特定の人たちを排除するそのひどい侮蔑の言葉とかが、あるいはその扇動の言葉とかがくっついてると、やっぱりそのヘイトスピーチ禁止法がある国では何かの犯罪に問われるかもしれないけども、まあ、日本ではそういう法律はないので大丈夫で、大阪のこの条例に照らしても、このさっきも言ったように相当に要件が厳しいですから、政治的主張として、この条例に引っかかることは多分僕はないんじゃないかなと思います。はい、まあ、私店自分でやってたけども、うちの従業員で、ね、実際来るお客さんも在日の朝鮮人おるし、いつでもかなり在日の朝鮮人おるんだけどね、もちろん、風俗の店、ね、やり方を教えて、まあ、バリバリやってる大学の高校もおる友達でね。でもね、彼らに、話した時にね、もう俺はもう外国人参政権とかもうそういうのはもうそっとしといてほしいねんて、ほっといてほしいねんて、俺はもう金儲けだけもう一生懸命やってないの。これもう大いに結構やと思うね、うん。でもね、ここに政治活動やら、ね、そういう性犯罪やら、いろいろね、他の国もあるよ。あるけども、じゃあほんならなんで他の国は、例えば一国にして、その国が出ていけって、日本人は言えへんのか。なんで在日の朝鮮人だけ出ていけって言うんか。それをやっぱり在日の朝鮮人の人らは考えたことがあるのっていう、逆に聞きたい。でもそれは瀬戸さんもそこの点は反省してるんじゃないですか今ブログとか書いてもやっぱり在日をターゲットにしすぎたってこと で僕はその瀬戸さんがブログに書いてたこととか、今日の午前中の講演僕行ってないですけど、3話のすずめさんが、
内容を要約したのをツイートしてたのを見て、やっぱりそうかなと。まあだからその第一の意見なんで、参政権一つとっても、総連と民団で立場が反対ですし、まあいろいろなわけですよね。でそのなんでその在日だけ言われるのかっていうようなことは別に、在日だけ言われるようになったの最近ですから、やっぱりそういうトレンドとかそういうそのゼノフォビアの、流行とか、そういうことがある。だって瀬戸さんなんて今韓国日韓断交とかって言ってるけど、90年代は日韓友好って言ってセマール運動に参加してたわけですよね。だから、まあ、そういう政治的な立場によって変わっていくということだと思います。あの最近言われ出したっていうのは、これはやっぱり戦後60年間日本人が辛抱して辛抱して辛抱して、それでもういい加減にせえと、それで雇用を上げたわけですね、っていうのが、まあ、そのいわゆるネットウヨシ監督らが呼んでるもんだけども、そのね、まあ、我慢して我慢してっていう風にな話に、まあ、90年代ぐらいからなったんですよね。で荒牧さんも、今僕らは同じぐらいの年だと思うんですけど、そのなんていうかな、それ以前の在日差別とか就職差別とかそういうものがまあメインなわけですよね。その制度的な、例えば在日コリアンであるというだけで企業に就職できないと。でこれは80年代までそうでしたし、あるいはそのまあ、企業に就職できないとか、その 今でもそうですけど、アパート借りれないとか、そういうような差別が多かったんだけど、なんかその戦後ずっと我慢して我慢してっていうような話は、まあ、むしろ在日の人が今言いたいことだと思います。で荒牧さんってそれいつからそういうふうに思うようになりました？荒牧さん自身は我慢してた？あのね、僕の周りにはさっきも言ったように、在日の朝鮮人の友達行さんうん、でその子だと一緒に商売もしたし、実際飲みにも来るし、で働いてもおる。だから政治活動とかそういう犯罪、ね、えげつない犯罪とかあまりにも他の外人とかよりも多いから、だからこうやって声を上げるようになった、うん、だって考えてみてよ、これ実際声を上げてる人間って、まだ柴木大学出るまでは平成23年ぐらいかな、まではすごい人数がおったわけやん、ね、だからあれだけの人数がなんでそこで爆発したかっていうのは、それはもうみんな思うとったから、僕だけの問題じゃなくて、みんな日本人が思うとったから、あれだけの人数の人間が思うとったから、みんな立ち上がったん でその証拠にね、懲役行ってで受刑者にね、その内容の話をやっぱりしたら、10人が10人、20人が20人、もうみんなやっぱ賛同する。懲役の受刑者っていうのは私欲外欲で懲役に入ってる人間やから、だからもう究極ののんぼりやね、うん、その究極ののんぼりがそういうふうに話聞いたらやっぱり目覚めて人間が変わる、うん、やっぱりそういうふうなことがあるっていうこと自体に、いや荒牧さんね、芝木隊が出るまではあんなに人数が起こったのにっていう話でしょ。芝木隊出てからもう今かつてそのチーム関西とか在特会、東京の在特会とかが、まあ、いろんなところにこう、まあ、公民館の前に抗議外線行ったりしてましたよね。それの時よりも今断然人数の多い人が抗議しに来てるでしょ、その保守に向けて。ってことはもうこっちも我慢してたしがあります。でそれ爆発してるんちゃいます今。だから人数的には、いやだそれはだって人数が、それは違うやん。これ今言うてるのはこの6条ね、この60年間辛抱し日本人がしてきたから、だから爆発したんや。でもまあその芝木隊が出たらもういなくなるくらいの程度の、まあ、人たちだってことでしょ。それから数年経ってからそういう芝木隊っていう人が出てきて、ほんで今になって芝木隊も人数減ってきたし、何こっち側 の保守系の人間も人数減ってきたっていうような状態になってきてるんじゃないの、うん、まあそれは芝木隊の人数っていうか、まあ、芝木隊ってカウンターのこと言ってるんやと思うけど、カウンターの人数がずっと増え続けてますからね。だからかつてはかもえんで、いやまあでもかつてこんなに来ないでしょ、行動保守の主催の集会に。だから言っとけるから減っていいやん。
やいやいや、まあ、まあ俺は増えてると思うけど、まあ、データが今見せられへんからあれやけど、あの、まあ、僕5年前からね、あの新宿中央公園であの事件あったでしょ、あの催涙スプレー事件あったでしょ、あの時に俺もおったけど、あの時あのカウンター来てたの5人やからね、だからそれに比べればもうめちゃくちゃ増えてる。あの時俺と黒い彗星と、いや、あの、取ったやん、うん、はい、どうぞ。あのね、まず荒牧さんの主張に賛同してここの会場に来てる人たちが何人いてあんたらおかしいで言うてる人が何人来てるか、それをまず見てほしい。あの数ではちょっとお話にならないんで、それはちょっとやめてもらいます。あの、いや、あの話が進まないって、数では話にならないっていう、数では話にならないっていうことで、まあそれでいいじゃないですか。だから荒牧さんさっきあのこんだけの数だっていう話をしたけども、まあ数では話にならないっていうことで、この話も終わりで終わりです。終わり終わり。あのね、社会をよそ者から守りたいという気持ちはね、わかるんよ。それは誰でもあると思うね、俺もあると思うわ。ただそれってどっか間違ってんのちゃうかなと反省する気があるかないかいね、うん。あのね、でカテゴリー分けいうことがあってさ、あの在日在日言うけどね、犯罪率のことも言ったけど、日本で一番犯罪発生率低い秋田県だよね、 0.5% ぐらいや。一番犯罪発生率高いに大阪やねん、 2% ぐらいやねん、4倍の差があんねん。ほんな秋田県の人間が大阪、お前みたいなもんが日本におったら迷惑やから出ていけ言うたら、これエイトやで。あの大阪に在日朝鮮人の方多いんですけど、それと比較ということでよろしいんですか。人口比なさい。そういうことじゃなくて、どういうことを言いたいんですか。大阪の中に在日朝鮮人が多かったって、はいはい、ね、犯罪発生率を4倍も引き上げるほどの人口はおらん。ほんで在日朝鮮人が人口が、高いところが必ずしも犯罪発生率高いかといえば、北海道なんてほとんどおらへんけど犯罪発生率高い。どれくらい高いんですか。ね、ベスト10に入ってる、ベスト5に入ってる北海道。つまり、あの犯罪発生率っていうのは、その人の置かれた経済状態だとか社会状態だとか、そんなもんに左右されるんであって、人種が違うから犯罪発生率が高いっちゅうもんじゃないわけよ。で、あの、あ、まあ言わん、はい。あの誤解までじゃなかったら、あの改めて言うときですけども、あのよそ者のけたい、排除したい、そんなことさらさら思ってないよ。当たり前やん、そんなもん外人、他の、あの国の外人だっていっぱいおるんやから。なその外人に対して私は何も言えへんやん。なそのイラク人に悪さするけど、イラク人出ていくも言えへんし、トルコ人悪さしたってトルコ人出ていくも言えへんし、ね、在日の朝鮮人は出ていけっていうのは、在日の朝鮮人は何で言われるんやっていうことで、ただの一回でも考えたことあるんですかっていうことで言うてね。いや、まあ、あのイラン人に関しては瀬戸さんがもう20年前からやってますから、だから結局ね、それぞれね、まあ、その憎悪の対象みたいなのがあるわけで、そのなんで言われるんかっていう、そ、まあ、言われる側の原因って別にないよね。だからあのそのでもあるって言って、その犯罪率だとか生活保護法だとか、あの前の兄さんちょっと長いこと喋りすぎやな。あのね、うん、ちょっと一言、うん、あのね、あの私は昨日初めてネットで、あの ここの集会にたどり着いて、まあ、参加してるんですけどね、あの私はね、やっぱりね、あの例えば朝鮮人一般を一括りにしてね、もう帰れとかいうのはね、やっぱりおかしいと思う。でだけどなんでこういうね、こうなんていうか風潮が出てきたかというとね、それもそうだし、あのそれ以外のその在日の人らもそうだけどね、でもそれなんか典型的なの、いろんな批判をねやっぱりされてるよ、拉致問題にしても、
それからあの松茸かなんかのね、ああいう問題にしてもね、公然と違法なことしてるわけやから、でそれに対してちゃんと批判してるのにちゃんと釈明全然しないとかね、あのそういうことがあって、でまたあの批判不問題にしてもね、あのパク・ユハさんどうよ、あの言論弾圧されて、でそれに対してね、あの帝国の慰安を変えたね、あの女の人、でそういう現実があって、で日本でもね、そういうその慰安婦問題について在日の人らがね、どういうあの声をね上げてるのかって今さっぱり聞こえてこない。で そしてマスコミは、あんたそれ関係ない、何してるの、ほんでね、マスコミはね、そういうことをやっぱり正確にね報道してへんと思う。だからその苛立ちがね、やっぱり積もり積もってると思う。でだからその人からげにしてね、あの批判あの出ていけとかいうのは、僕はやっぱり全然おかしい。だけども、まあ、あのまあ、それだけど、生活保護別のことに関してはまた後でね、機会があれば発言させてください。あの、まあ、まとめると、朝鮮人を一括りにして出ていけっていうのはおかしいっていう意見ですよね。そうです、まあ、それで別にいいんじゃないですか。だからその、あの、そうでなくてね、在日の人たちはしっかりした反論をする義務があると思うよ。あの、いや、朝鮮人出ていけっていうのがおかしいんだったら、おかしいでしょ、朝鮮人出ていけっていうのがおかしいでしょ、それおかしいのに、それに反論する義務ってあるんですか。それ言ってることがおかしいって自分で分かってるのに、それに対する反論じゃなくて、それに対する反論、慰安婦問題における、全然、慰安婦問題における、慰安婦問題で、向こうの人が、20万人強制連行して、制度連にして、終戦と同時に18万人殺してしまったというふうなことを言ってでね、でそれについて日本 のマスコミがちゃんとしたこの反論した朝日なんかはもう身を含めて何も書けへんし、そういうことが不満ってたまに溜まってるよ。あの、いや、それは在日の人が反論すべき言ったら、ここにおる人めっちゃ反論できると思うけど、しますか今。だから在日の人が反論すべきってめっちゃみんなしてるし、それ読んでないだけでしょ、見てないだけでしょ。だから、その議論としてはそういうものはあるし、慰安婦問題を取り上げること、あの慰安婦問題に関して批判すること自体がヘイトスピーチやというところまでは、僕は、まあ、なかなかそういうところまではヘイトスピーチ扱いしない方がいいと思ってるね。そうそう、あ、思ってんねんけど、それでね、うん、だからそのちょっと待って、結局、あの、ちょっと待って、一つ一つ、俺だって登壇者やから、こっちに登壇者やから、ちょっとヒートアップしすぎてるんで、ちょっとさ、自分の間違ってるとこはちゃんと認めようよ。だから、要するに第一、朝鮮人出ていけって人を国連するのはおかしいわけでしょ。それに対して反論する必要はないわけやね、第一は。そこはもう OK。ほんで、慰安婦問題について、なんか個別の意見を、言ってる人で、総連が反論してないとしたら、それ反論すべきは誰？総連でしょ。ほな、ここにいる人、総連違う民団か、それかどっちでもない人が大量にいるけど、その人らは別に反論する義務はないんですよね。いや、総連の人も入ってるかもしれませんよ。いや、入ってるかもしれないけど、例えば、それは皆さん、あのご存知ですか、トマさん、あの、きちんとデータ取ったんですか。取ってない。取ってないんだったら言うことはないですよね。調べてないですよ。だから、誰か分からへんわけやから、そこ反論する気も、総連の人が言うたり、総連批判に対する、その反批判というか、応答は総連の人がやるべきでしょ。トマさん、ちょっと、あの、話が外れてきてるんで、もう一度、ちょっと、元に戻さないと。ちょっと待って、うん、ちょっと待って、ここはいい加減にしとったらあかんと思う。総連の人はまだ見やる。大日の人 で総連やみんなに対してこれまでその支援してきた人とか、そういう人はなったんと。だからその そっからのしっかりした反論があればね、そういう差別とかヘイトスピーチとかすぐなくなって。いや、もう反論自体はたくさんあるし、でもまあ反論聞いてないし、読んでないでしょ。で、ここで全部知らんでもいいけど、大体のことぐらいは知っておくべきやし、それにここで、ね、その僕らがいつも言ってる非対称性みたいな問題になってくるわけ。反論があっても人数が少ないわけだから、当事者の反論の方が圧倒的に少ないわけですよ、数はね。日本人は、すみません、ちょっと割り込ましてもらって申し訳ないですけど、北朝鮮の拉致問題に関して我々ね、それに関して返せと言ってること、これもヘイトスピーチになるんですか。ならないでしょ。ならないでしょ。僕らだって言ってるよ、そんなの。でしょ。だから言ってもいいじゃないですか。そう、言ってもいいよ。僕らだって言ってるし、
在日の人だって言ってるよ、それは当然の。だからそれは聞いてないだけの話で、だって運動をやってる人でもちょっと数えただけでも小四木さんとか何度でもいるじゃない、在日の人は、ね、それから山陽一さんとか映画見た、家族の国見た、見てないでしょ。だから在日の人がそうやってもうそれは総連のに対する批判をもう国から、北朝鮮の国からね、もう指名手配されてまでやってるわけですよ。でそれ何も見てないでしょ。だから何も見てないのにやってへんやってへんっていうこと自体がやっぱり勉強不足やし、日本の国民でね、総連系の人たちがちょっと待って、だから見て、映画も見てないでしょ。ベルリン国際映画祭で賞を取ったような有名な映画、ドキュメンタリーやん。ドキュメンタリーで映画で批判してんのよ、北朝鮮を。北朝鮮を批判してんのが嘘やと言いたいわけ。でだから俺らもそうじゃん。だから拉致被害者返せって言ってるやん。でだけど聞こえてこないって別に言ってるけど、僕らの話は聞かない、うん、そうだから結局ね、そういうさ、在日は言ってないとか反論しないとか批判しないとかいうのは全部知らないだけなのね。そうだから知らんから、やっぱもっとさ勉強せなあかんと思いますよ。それでそういう偉そうに言うみたいな、どんだけな在日の人たちがな、運動して協力したかな、教えてくれ。調べたら映画見たら嫌やん。自分で見や。ちょっと待って。それで、まあ、結局ね、そうなんかその知らんっていうことを言われたら、まあ、勉強しますわって済む話じゃないですか。だからそういうことをなんかすごく向きにならないで、ちゃんとやった方がいいと思いますよ。だったらね、まあ、さんがいつでもそのちょっと挙手で質問していい、まず軽くね、今朝鮮総連に拉致被害者返せヘイトスピーチじゃないんですけどね、で僕野間さんと初めて会った時に聞いたことで、野間さんが言ったことですけどね、竹島返せ、これを在日に言うかっていうのはおかしいけど、それを言いたかったら韓国領事館前で言えやって野間さんも国の覚えてます、でもね、韓国領事館の前で竹島返せって僕ら声を上げたらね、ヘイトスピーチやめろっていうちょっとおかしい人らがいるんですけど、韓国領事館に竹島返せはヘイトスピーチ、そこで行けって言うからね、そういらんことをくっつけるからちゃうから、だからそうやわ、そうやわ、ちょっと静かにして、じゃあ、まあ、わかりました。あんね、はい、それあれやろ、高瀬川の端っこのとこでなんか喋った時やろ、録音したってあれでしょ。そう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 、あの時はみんな領事館の前まであんま行かへんかって、カウンターもね。で、やっぱりそれは政治的主張やから、まあ、それはしょうがないやろっていうようなとこがあったと思うの。そやけど、やっぱりその後もそのずっとその領事館の前行ってなんかチョンコがとか、韓国人出て行けとか、そういうようなことを言ってるのを見て、もうみんな行くようになったんちゃう。だからそっちもさ、ちゃんとその線引きをきちんとせんとあかんと思う。すみませんね。竹島返せだけやったらやっぱり絶対竹島返せはほんまそうですよ。で、もう一個聞いていい、ちょっと待って、ね、もう一個質問させてもらって、はい、たまにね、うん、僕らマイクで何一つ喋る前から差別やめろ、ヘイトスピーチやめろって言われる、毎回チョンコ締めとか同じことばっかり毎回言うからあ、ちょっと待って、俺がちゃんと言うから、ね、それはやっぱり前が同じこと言うから、ね、よし、いいよ、分かってます、もう何言うか分かってるもんね、それはね、それはもう出てきた瞬間にそれはもうヘイトスピーチだって、その目的に来てるのも分かるし、だから例えばね、その竹島返せだけしか言わへんのやったら、それはヘイトやめろって抗議してる方がおかしいそうだ。そうやけど、で、まあ、それちょっと、でね、私ちょっと、さっきの、まあ、話巻き戻るんですけどね、私は、去年4月、北方市議会議員選挙に立候補しました。
その時私堂々と朝鮮人がいない北方にしたいと公約に掲げました。私堂々とでね、これ、私が朝鮮人が綺麗だから朝鮮人北方からいなくなってほしい、あるいは日本からいなくなってほしいと言ってるのではないんですよ。まあ、皆さんそれは奇弁だと言うかもしれませんけどね。ただね、私は朝鮮人大嫌いです。大嫌いですけど、でも大嫌いだから日本に朝鮮人出ていってほしいと思ってるわけではないです。理由は簡単です。朝鮮人危険だからです。で、私朝鮮人危険の証明できます。これブログ等でもバンバン書いてるんで、もう、まあ、言うまでもないでしょうけどね。まず犯罪率が高いことと、で現在竹島拉致という、まあ、主権侵害、日本に侵略している敵国の民族です。で、韓国人は韓国の憲法によって国防の義務を負わせると言います。日本と韓国、あるいは朝鮮半島と有事が起きた場合に、少なからずのね、やっぱ祖国愛、ね、祖国に忠誠を使っているような大事がね、でこれ、まあ、公安調査庁も、まあね、ある程度言うてますけどね、やっぱ北朝鮮のが何かあった時にね、日本国内でこう、ね、破壊活動を行う工作員、少なからず日本に紛れ込んでると、こう、まあ、警戒しております。安全保障上の理由からもね、朝鮮人危険と私断言できます。だけど、枚方市民は、沢東の方が危険やもんだ。だからやっぱり落選者ってことはそういうことだと思う。だから私はね、朝鮮人は危険なことを証明できますし、証明しましたよね。証明になってないし、安全保障上のね、いや韓国安全保障上韓国憲法にね、韓国人は国防の義務を負ってちゃんと書いてますよ。これ安全保障上、第一は韓国人でもないぞ。60万、まあ、52万、みんなそう思わへんじゃん。それは別にいいやん。いや、野間さんね、あなたのことを思い出してくださいよ。お前が政治市長の面倒かまへんってあなた言ったんですよ。うん、だから、政治市長です。別に政治市長を述べてね、朝鮮人は私は危険だとね、危険やって思うっていうだけで、別にその何の証明にもなってない。いや、だから犯罪率とか高いこと。犯罪率は高くない。私、計算しましたよ、ちゃんと犯罪統計元に。いや、俺らの計算では全然高くなってて。どんな、だからそれで、1% 以下。違う、私ね、2年前の9月のチーム監査の欄にちゃんと犯罪統計をね、人口から比較して計算してエクセルデータにしております。じゃあ聞きますけど、朝鮮人の公然わいせつ日本人の何倍なんですか？まあ、私計算したら 5.1 倍とか言ってました。あのね、そういう話なんやけど、さっきも言ったけど、その生活保護率だとか犯罪率だとか、その母数が全然違うものって、その単純に比べられへんのね。で、例えばね、この中にチーム関西の中に有罪になったやつが何人いるかとか、それで日本人の犯罪率ってできないでしょ。だからそれと同じ、あるいはネトウヨの犯罪率、野間さん、ごめんなさい、ちょっと重大な誤りがあります。入管法でね、本来入管法においては、外国人が日本で居住するためには、まず、ね、日本で居住する資格がいります。普通、外国人が日本に居住するときにね、当然、そこが善良であること、これ、チェックしてます。あのね、俺、在日特権の条項に全部書いてるから読んでほしいのね。なんで入管法じゃなくて、入管特例法なんかっていうこと。本来、外国人はっていう扱いにできなかったわけ。で、入管法っていうのは、なぜ入管法を適用できなかったかっていうと、出入国管理法なわけね。あれは、つまり入国記録が必要なわけ。入国記録があって出国記録があって、それを管理するもんだけど、なぜ在日人はそれが適用できなかったか、最初からいたからですよ。そう、つまり入管法と、入管法の特別バージョンが入管特例法なのと違って、入管法とは全く別の法体系で、戦後ずっと来たわけだからね。ちょっと待って、だから俺が今言いたいのは、本来外国人ならばっていう、本来っていう比べ方は間違ってるわけ。つまり最初から別扱いなわけ。なんでかって言うと、元々日本人やったから、日本国内にいる人を外国人として入管法、それは分かったでもね、本来日本が、ね、基準か、
本来それ取り下げ、取り下げやな、人種差別撤廃条約ね。あ、話変わったね、はい、人種差別撤廃条約が定める、ね、定義で人種差別とはいうところでね、特定の民族人種に対して優先を与えることが人種差別と。めっちゃ話変わった。入管特例法の話でもええな。いや、まあまあよくはね、入管でよく、とりあえずあの終わりでええの、それも終わりでええよ。入管特例法の、入管法で本来外国人の入管法に従ったものと、在日朝鮮人の入管特例法と全く別扱いやから、それに本来外国人ならばっていうような、比べ方はおかしいっていうところまでは理解してもらったかな。いや、あの僕はあのね、いやごめんなさい、僕それすると差別だと思います。アメリカ人と、まあ、旧日本帝国臣民だった朝鮮人とね、歴史的な経緯が違うから別々の扱いしろって野間さんするんですけど、だって法律で扱われへんかった。あのごめんなさい、僕はそれがそこに、それが差別だと僕は思ってません。やっぱそれはええねんけど。あ、じゃあレジーナさん。これ不特定多数だからヘイトスピーチやめてくださいよ。はい、ちょっと質問したいんですけれども、はい、あの戦後1945年9月2日この日を境に、まあ、日本人と、まあ、旧、まあ、日本帝国領、大日本帝国領とだった朝鮮半島がパカッと分かりましたよね。また36年間の併合時代を、まあ、その日を境に分かれてるんじゃないけど、まあまあいいでしょう。はいはい、ちょっと、はい、まあ、高平さん後で訂正してあげて。まあ、正確に言うと、もっと言うとサンフランシスコ講和条約とかそっちの方に行くんでしょうけれども、一応ミズーリの環状でなりましたね、調印してなりましたよね。でその日を境に日本に徴用で来日した朝鮮人で、1945年9月2日以降も日本で居住することを選択した朝鮮人が本来は特定永住資格者になりましたよね。で、その245人の直系の貴族、つまり子孫ですね、これしか対象にならないはずなんですよ。で、その対象にしかならへんのに、なぜかその245人と直系貴族に便乗するかのように、数十万単位の朝鮮人が日本に、まあ、朝鮮戦争からとか最終東洋山事件から逃げてきたのが同じようにして日本に座りましたよね。で、あんたらその子孫ですよね。その話ね、僕そのレジナさんが凱旋してる時にいつもその間違いやでって指摘してんねんけど、全然 聞いてくれてへん。聞いたことないよ、ね。まあ、245人の話ね、それも もうめっちゃ古いから、もうそのもう今全く流行ってないのその話。流行ってもちゃうし、流行ってないのどういう意味かというと、どういう意味かというと、もう間違いやってもう証明されてもう長い話だよね。で、その245人って何かというと、で、その証明っていつされたんですか、誰がされたんですか。証明って別にもう、はい、その証明って245人って徴用できた人で残った人でしょ。徴用できて日本で居住することを選択した人、うん、選択した人が245人っていうのが、はい、朝日新聞の記事やんな。朝日新聞だけならいいですね。そう、なんかまあ、そう。で、これはまあ、245人残ったと。で、今特別永住者の、ほとんどその時に、それ以外に60万人ぐらいおったんですよ。60万かな、もうちょいおったかな。で、その中で帰る人と帰らない人がいたわけ。で、その帰らないやつが結局不法滞在者として日本にあの特別永住、その子孫ですよね。いやいや、その特別永住のその帰らんかった人は別に不法滞在違うよ。いやいや、だってそのサンフランシスコ講和条約でその日本、徴用に来た人の子孫だけが特別永住者ってわけじゃないからね。いや、特別永住者っていうのはその人たちのことですか。いや、それはあの特別入管特例法を見たらそんなこと書いてないから。特別永住資格者ですね。そう、入管特例法を見たら、戦争終わるより前に日本にいた人が特別永住者っていう。で、そしてそれ以外の朝鮮半島出身者は、まあ、帰国事業っていうのに書いてますよね。それ以外のって何以外の、本当ならそれ書いてるはずですよね。ちょっと何、ところがそれを逃れてずっと日本
本に居住している、つまり正規の滞在許可も得ずに入国審査も得ずにしてる連中がいるんですね。245人はもうあかんのよ。245名はまず入院な徴用で残った人が245人でしょ。徴用以外に残ってた人がたくさんいるんでしょ。で私宇都口で今やってますから、その辺調べましたよ。京都の宇都口で、あんたらが宇都口と呼んでる、あのね、そのニュースに入管と特例法に書いてある特別永住資格っていうのは、戦争が終わった時に日本に残ってた朝鮮半島出身の人ね。徴用その中で徴用者の中で日本に居住することを選択した245人。そんなことは入管特例法に書いてないから。入管特例法じゃなくて、これは外務省で言ってます。いやいや、あのちょっと結論だけ言うと、245人っていうのはあの関係ないんで、それ間違ってるからちょっとよう調べておいた方がいいと思います。あのね、入管特例法で言ってるやつと、まだ続けるの、うん、違う、続けてます、 します、はい、入管特例法で言ってることと、とお願いしますよ。その本来の、とは違うよねって話。だいたい入管特例法が制定されたのって93年ですよね。91年かな、91年、91年でしょ、じゃあレジナさんね、俺の本読んでくれる、もうその本で全部書いてある。いや、あの本を買うために金出すのもったいないもん。図書館にあるから、お前全部答え書いてあるから、それちょっと時間の無駄かな。先危険性が証明されるって書いてある。いや、あのすぐにこれは言えるから、確かにあの韓国人は国防の義務を課されるっていう法律があります。憲法、正しい憲法、正しい例外規定が韓国大使館の回答で、韓国以外の国で生まれた人が例外、次韓国で生まれたが6から18歳まで国外で成長した人、この人は例外。もう一つ、本人が18歳になるまでに家族全員が永住権を取得した人、これも例外。だから在日は1000万人。はい、わかりました。認める認める認めるよ、はい、つまりじゃあ、まあ、だからあのそ日本にいる韓国人にはその義務はないということね、はい、条例の話に戻ろうよ。あのね、いや今の話ってね、韓国が在日をねに対して憲法で自国民には国守らなあかんねんで、その義務があんねんでって貸してんのに、在日のはそれを貸さないって、これ、すごい差別が自分の国に対して。韓国で行けない、韓国で。言ってこい。日本で行ってもしょうがねえだろ。あのな、日本人っても外国に永住してたら日本に税金を納めんでいいわけです。だからそういうような義務の、外国に住んでる人は義務の差があるっていうのは別に普通の国の普通のことだから、別に日本人でね、日本人の納税の義務があるから言って海外に永住してる日本人が全部日本に税金を納めなあかんかったら、それを免除しても差別になりませんから、まあそういうへりくつやね。あのね、さっきあのいろんな問題でね、ちょっと何も反応してなかったんで、その時ね、他の団体も一緒に活動しました。皆さん分かりますよね、他の団体の中には在日朝鮮人の人もいました。一緒に活動したんですよ、ね、イラン人出てるけど。それはね、なぜかっていうと、やっぱり公園に住んでテント張って勝手に住んでるね、あと上野駅前でテレホンカードを売って、ね、そういう迷惑行為をしてるから当然これ出てきなさいよと、これ当たり前で、これは日本人朝鮮人差別なくね、その運動を展開したというたびね、述べさせてもらいます。あとね、あの昨日ですかね、私もあの朝鮮日報ので見たんですけど、46年ぶりに、ね、いわゆる在日韓国人の人何人、ね、いわゆるあと、まあ、朝鮮好きというと皆さんたちなんかこう素直に認めなきゃならないんでしょうけど、ね、人
と南米と46年ぶりにこれ発表しましたよね。これは皆さんたちはどう思ってるんでしょうかね。これ在日の人に聞いてみたいですよね。46年ぶりになぜ今頃になってそういう発表がしたのかなと。私はね、日韓合意っていうのはやっぱり慰安婦問題だけじゃなくていろんな問題がやっぱりね裏にあるのかなとこう思いました。だからまあね、そのことはあの後ででもいいんで少なからの証拠を受けた人もいるのかなと思った。もう条例に入りましたね。私はね、これあの在日特権条例というのはこれはウィキペディアの定義でね、在日だけが有する権利や資格、各企業や行政からの特別優遇措置と、だからこれは在日特権条例というふうに書いたわけですけど、あの沼さんをはじめ皆さんに聞きたいんですけど、このヘイトスピーチというのは日本人の中にはいわゆる日本人に対するそういう言動ヘイトスピーチになるんだよという解釈をしている人もいれば、いやそうじゃないんだと、ね、日本人というのはほんの多数なんだから排除できないんだから、この条例で、訴えられる権利があるのはですね、これは在日の人だけだと言ってる人と2つに分かれてると思うんですけども、その辺はどういうふうに解釈してるんですか。日本人に対しても当然これ適用されますよ。それは当然、結局、まあ、昔からあるその例えばハーフに対する差別とかね、日本国籍であっても民族が違う人、人種が違う人っているわけですから、そういう人に対する、民族そのレーシズムは成立しますし、一般の日本人に対して、成立するかどうかっていうのはどういうことですか。その日本人出ていけみたいなこと、まあ、これでさ、日本人に対して、その特定の権利とか日本人の権利または自由を制限し、日本人に対する憎悪もしくは差別の意識または暴力を煽り、その表現対応が、日本人を相当程度侮蔑しまたは誹謗中傷するものであり、日本人に脅威を感じさせるものであって、それを不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所で行う場合は当然この条例によって、規制されるっていうことでいいんじゃないですか。まあ滅多に見たことですけどね、そんなの。そういうの条文読むのね、あの面倒くさい。簡単に言うとね、橋本市長が日本人に対するヘイトスピーチも大阪市のこのねヘイトスピーチ条例に適用されるんですよと言いましたよね。だからそれは皆さんもそう思ってるんですか、それともいや日本人に適用されるわけがないだろうと、これは我々だけがねいわゆる訴えることができると、ね、日本人が我々に対して、いわゆる在日の人に対してね、そういうヘイトスピーチしてるから訴えることができるための法案だ。いや、これは日本人に対しても適用できますよ。だから日本人が訴えることだって当然できますよね。なるほどね、うん、当たり前です。それはもう大阪市の条例だから、大阪市に住んでる全員に平等に適用されるものですから、当然のことながらそういうのは可能じゃないですか、うん、それじゃあ私が在日特権条例って言ってるのは間違いなんで、間違いだと。これは訂正しますけど、はい、皆さんたちの何か今聞こえてきたんで、いや訂正、間違いは訂正しますかね、私は、はい、相手の後ろ見たくね、はい、訂正しないなんていう、もうすぐあの 3時なんで、ちょっとここまでまとめ、あの大事なこと2つまとめたいんですけど、1つは不特定多数、この集会は不特定多数の場に当たるということ、この条例でいうところの、2条の括弧3に当たるということ、それから今説3は、在日特権条例というふうな認識は間違いであったということ を訂正されたと、ここの点だけちょっとまず確認しておきたいと思います、はい、だからその可能性はあるというねことはあの否定はしませんよ、私はね、そこまでもね、まあ、可能性はね、まあ、可能性は結局あの実際に今あのこの会場をね貸しちゃいけないとかさ、そういうこと言ってるわけだから、ね、それも大阪市条例ができたんだから、ね、ヘイトスピーチを話するような恐れのある人には貸すなと
そういうことをその新聞も書いてるわけだから、うん、非常にこう飛躍的にしすぎますよね、この条例からすればね。そうですね、だから私はそういう恐れがあるということが当然ね、認識の中にあるわけだから。で、まあ、今までの話の中でまとめたとこ、熊さんがおっしゃったんだけども、私がじゃあ一つだけ言ったこと、これに対してまた答えてますよね。要するに、事実を指摘した場合、例えば懲役7年以上の犯罪になった人は、ね、これは、日本から出てきなさいと。私は本音でそういうことを言うつもりはないけども、だからそれは、特別永住制度なんて関わってますよね、そういうのね。それを言うことは、これはヘイトなんですか、やっぱりこれ。ね、事実の指摘、その例えば懲役7年以上になった特別永住者を日本から出ていけっていうのは、事実の指摘っていうのは懲役7年以上っていうところまでですよね。ある人がいて、懲役15年とかで服役してると、であいつを出ていかせろっていうふうに主張した場合に、そのまあ人数としてはそんなにいないんですけども、政治的主張としてそういうことを言った場合に、客観的事実なのは懲役7年以上で服役してるっていうところまでで、出て行かせろっていうのは瀬戸さんの意見だから事実とは違いますよね。まあ、そこは主張ですよね。で、これは、法務大臣の裁量で決めることができるというふうに法律に書いてあるわけです。だからそれは法務大臣の裁量でその強制退去強制、何人かなった人いますけども、退去強制にするか、日本でそのまま服役させるかっていうのは法務大臣の裁量で決めることになっていると。だからそれに対して反対があるんであれば、別にそれを出ていかせるべきだって主張するということはあり得ると思いますけども、例えばすっごい凶悪犯罪者でね、はい、私はね、もう受け入れる国がないんだから、ね、出てけしたってかわいそうなんですよ。だからそれは日本に置いとくことはね、仕方がないことでしょう。なんだよ、なんだよ、やったらいいじゃねえか、してですよ。特別永住制度というのはそういう、やっぱり軽減したこと、軽減化してる部分も出てきてるんで、いわゆる橋本さんがですね、橋本首相が言ったように、まあ、それは先ほども私、第一章で言ったんだけども、特別永住制度を見直して、ね、いわゆる韓国籍ですするんですか、それとも日本に帰化しますかと、こういうふうに質問をして、ね、で、韓国籍のままでいいと、日本人に帰化しないと、日本に帰化しないという外国人、そういう人に対しては、やはり一般永住ね、永住権でやってもらいますよと、これ言ってますよね、橋本さんがね。この意見は、私はこれは大賛成なんだけど、それは皆さんたちは反対なんですよね。それは個人によってバラバラだと思いますけど、僕はまあそれはやらなくていいと思ってるか、まあ、反対なんですけど、例えばそのことを議論することをね、ヘイトスピーチ扱いすべきではもちろんないと思います。だからそういうものを打ち込むんですね。いわゆるその在日と日本人の対立的なものを悪睡眠においての第一歩として、特別永住制度っていうのを、ね、それをそういうふうに今日橋本さんが言うように、見直しをしてですよ。で、皆さんたちにどうするんですかと、ね、そういうふうに問いかけて、それをやった方がやっぱり私はよろしいんじゃないかなと思ってるんだけど、うん、じゃあ、それは反対なんですか。いや、まあ、条例の話からちょっと離れていくから、橋本さんのこれ、ちょっと話したんだ。さっきの瀬戸さんの、ね、話はね、これやっぱり素晴らしい日本人ね、やっぱり日本人の方から歩み寄ってる、在日特権をなくしてね、他の外人と同じ扱いにしましょうと、でみんな仲良く暮らしましょうって瀬戸さん言ってくれてる、ね、それをやっぱり蹴りに行くっていうのはこれいかがなものかなと。ほんでこれね、さっき僕が言うたね、なんで朝鮮人だけ韓国人だけ一国で出ていけっていうかっていうことの、そういうことを言われるっていうことに対して朝鮮人の人が何も考えないんですかっていう、その内容の答えがまだもらってない。その答えは言った。それはだから、その言われる方が悪いっていう理屈は成り立たないんじゃないのっていう。だって別にそれは言ってる側がそう思って言ってることで、言われる側にその責任っていうのは、その言ってる人はその責任が言われる側にあると思ってるけど、実際にはないわけですから。瀬戸さん思いっきり譲ってくれてるやん。何を
在日特権。いや、在日特権。一般外人と同じように。だって在日特権。生活してくれたら別に一緒に暮らしましょうっていう。在いや、他の外人と同じようにじゃなくて、その帰化をすべきだっていうことですよね。いえ、違う違う違う。帰化する人は帰化して、うん、帰化しない人は一般の永住、ね、特別永住じゃなくて、すごい。そうそうそう。うん、でも、あの、うん、橋本市長が、元市長が言ってるって話ですね。私はそれがいいんじゃないかっていう話をしてるね。うん。で、まあ別にそれは、そう、俺はまあ別に今そんな、だってそういう、なんていうの、特別永住資格をなくす意味っていうのがあんまりないから。ほんならね、私が今、さっき言うか、朝鮮人に、出ていけって人っていう、このことに関して、朝鮮人はただの一度も考えたことないんかっていうのに、まだ答えもらってない。ただの一度も考えたことないんかっていうのか、別に考える必要ないでしょう、だって。そうなったらね、うん、もう、喧嘩するしかないって。いや、喧嘩やろ。喧嘩してるしかないわ。なんでやろ、ね。喧嘩するのは嫌ねんけど、荒牧さんもやっぱり喧嘩してるから。荒牧さんがやっぱり川東さんもそうやけど誤解してるのは、喧嘩の相手は朝鮮人ちゃうよ。だからその喧嘩の相手はもう芝木隊っていうか、そのカウンターさんもほとんど朝鮮人ちゃうわけ。だからもう俺らはずっとそのことを指摘してきてるけど、喧嘩の相手は在日じゃないよ。日本人、日本社会を相手に、まあ今だからヘイトスピーチってね、批判されて、あの、まあ風当たりが強くなってることを、そのもう 3年前と比べてね、すごい多分一番、あの、変なが入っていた人が一番その変化を感じてると思うけど、あの、相手にしてるのは日本社会やから、荒牧さんが相手にしてるのはね。で、僕らはあの、日本の国を良くするためにヘイトスピーチなくそうって言ってるわけやから、まあ、あの、はっきり言って愛国者なのね。で、それはでも俺はずっと真面目に主張してるわけで、こういうそのヘイトスピーチで、その在日をその排斥するようなことをね、その暴力的に言うようなことがあったら社会がやっぱりおかしくなるから、あの、日本人としてきちんと立ち上がろうというか対応しようということで芝木隊が始まってるわけだから、相手にするのは日本人よ。ほんならね、うん、あの、さっき言ったように朝鮮人を一切りで、出ていけと、いうことに対して、自分らはあのただの一度にも考えたことないんかって言うて、考える必要がないって言うんだったら、もうこれ喧嘩するしかしゃあないよ、うん、こんだけ歩み寄ってんの。まあ、喧嘩したらええと思うよ。喧嘩したらええと思うけど、喧嘩の相手は、日本人がこんだけ歩み寄ってんのに、うん、まあ、朝鮮人はまだ譲らへんねん。ただ、もうこれ喧嘩するしかしゃあないって言うてんねん。そこで日本人は主語にしたらあかん。だってこっちも日本人やもん。こっちも日本人やもん。喧嘩の相手は俺らやから。あらましさんの喧嘩の相手は俺らや。あのな、あの、芝木隊も踏まえて、あの、芝木隊による日本人も踏まえてな、朝鮮人に加味するような、絶対許せへん、朝鮮人に対して加味するような、あの、日本人はもちろん戦っていくよ、うん、っていうか、でもほとんどが日本人やからね、今考えたら。だから、その日本人とも戦っていくって。だからもう日本人喧嘩するしかないって、うん、その間日本人同士の喧嘩譲る気がないんやから、うん、だからこっちも全然譲る気ないから、もうそれはもうまるっきり喧嘩していくしかない。ちょっとね、申し訳ないですけど、うん、じゃあね、ここから言わせてもらうと、うん、じゃあ、あなたたち何代、何世代まで在日続けるんですか。あなたたち言われても、ね、何代まで続けたら。知るかな。あなたたち言われても、俺日本人だよ。例えば、おばさんにお子さんがおいらっしゃったら、この人はずっと在日でいいんですか。ずっとお孫さんまでずっとでいいんですか。そうやけど、僕日本人やから、仮にですよ、仮に野間さんが在日やって、ずっとお子さんもずっと在日、仮に在日、それでいいんですか。でも仮に在日って言うても、日本人やから、その在日の仮に在日やったらってことは考えられない。100世でもいいんですか。いや、俺は在日100世、200世でもいいんですか。それでいいんですか。それって特権じゃないですか。おかしいんじゃないですか。そもそも世界というのは何なんですか。はい、フランス人もおるよ。はいはいはい、あの、もういいですか、その話。いや、いいですか、それ答えくださいよ。答え、俺は日本人やから別に。いや、ほな答えが誰かにおっしゃってください。他の国民に申し訳ないやん。自分で考えや。ほな、在日です。何かございますわ。あの、日本の国籍法の特殊性があるからさ、例えば大正時代に神戸に来たインド人、日本人、インド人。日本人にしかできしにくいわけよ。だから在日やかと同じことや。
だからどこまで、どこまで在日っていうのを通すんですか。そんなもん日本の国籍法がもう少し帰化しやすくなれば、あるいはアメリカ、いや帰化した人、帰化した人いますよ。いや、あの永住者の方でも帰化した人いますよ。ちょっと待って、最後まで喋らせて。はい、どうぞ。あのな、これは帰化した人はおる。おるんでしょ。ほんならしたらいいじゃないですか。最後まで喋らせて。村上さん、村上さん、あのちょっとさ、常連からあんまり離れん方がいいから、もうなんか3年前にこういう話しましたよね。あのなんかあそこなんか、なんか文京区で、もう3年前にこういう話しましたよね。何の話？最近さ、ずっと同じ話が回ってるから、もうちょっとその常連に絞った方がいいですね。ああ、そう、戻しもちょっと常連に絞って。まあ、あのこの大阪の条例ができたのは、まさに あなた方が公共の場でヘイトスピーチを撒き散らしてきたと。でそれがあなた方ヘイトスピーカーがね、あのそれでこの大阪の条例ができたっていうことはまあ分かったんですよね。でそのこれがまあその例えば表現の自由に抵触するんじゃないかと、まあ、危惧をしているということであれば、今後あなたたちが路上に出てヘイトスピーチを撒き散らさなきゃいいだけのことだから、お家にいればいいんじゃないですか。それで解決だと思うんですけど、どうでしょう。すやすや、ヘイトスピーチを知るか知れないかっていう意味の問題で、あなたたち圧力かけてきてません。え、ね、するかせえへんかっていう時点で、わからないにもかかわらず会館に来てやれヘイトスピーチするなんて言ってません。いや、これも散々やってる人たちだから、ね、するか、じゃあそのことの定義すらおかしいじゃないですか。もともとするという前提でしょ。してることを謝ったら嫌ね。してるので、先ほど言いましたよね。管理の前で、管理の前で我々ね、竹島を返せ言いに行ったにもかかわらず、あなたたち来たら同じ話をしてる。ヘイトをやめる。こればっかりやってますよ。いや、それに対して、あなたたち、なんで来るんですか。いや、本当変だよ。なんで来たんです。それは、あなたたちが、なんか、のぼりとか持ってて、そこに、あのゴミやゴミ箱に朝鮮人は朝鮮半島にとか書いてるからですよ。そうですよ。あの、竹島の問題でそれ書かれてました。書かれて、書かれてる。それは何々、見ましたよ。ジョンゴ出てきて言ったで。同じようなやつらが。竹島の問題で見ましたよ。それらは、あなたたちが来なかったら収まってたんじゃないですか。すごい。朝鮮人。もう3時やから休憩ですわ。こっちが暴れるから伊藤さんの話もね、我々の側ではね、全くね、それをね、否定してませんよ。だって、いい朝鮮人を悪い朝鮮人も全て殺せとかね、そういうことも言わなくなったし、そういうようなカードも掲げなくなったし、言ったことに言い返してもさ、俺からさっき謝罪してよ。さっき謝らなかった。朝鮮人殺せみたいなことを最近言わなくなったとおっしゃってますけど、朝鮮人は祖国に帰った方がいいみたいなことを言っているんですよね。ブログに書いてましたよね。ブログには書いてましたよね。韓国人は祖国に帰った方がいいみたいなのを書いてましたよね。それはヘイトスピーチっていう認識はないんですか。理由を変えて書いてますよね。理由を変えたらヘイトスピーチなくなると思ってるんですか。理由を変えたらヘイトスピーチがなくなると思ってるんですか。私はそういう、これで休憩です。これで休憩です。